元サッカー日本代表の中田、結婚。人気女優の加藤愛と6年、サッカーワールドカップ日本代表の中田浩二が結婚することが31日、分かった。二人はこの日までに結婚の意思を固め、双方の親族にも報告済み。加藤の関係者は、具体的なことはこれからだが、二人の間では結婚の方向で進んでいると明言。早ければ年内にゴールインする。人気女優とサッカー界を代表するイケメンが幸せの、え、チョップゴールに飛び込む。二人をよく知る関係者は、本誌の取材に、二人の間で結婚をする意思は固まったと明言。中田がワールドカップドイツ大会に出場し、国内カップ戦でタイトルを手にするなど充実したシーズンを過ごせたのも、恋人の加藤の存在が精神的な支えになっていた。昨年5月30日に一時帰国した時も、加藤の母親と親子3人で仲良くデート。本誌が同6月28日付で、真剣交際を報じた直後には、加藤が報道陣からの、幸せ絶頂の質問に、はい、うっふと何度も微笑み、初めて交際を認める発言をした。元カノじゃないの？イケメンに美女は飛びつく。中田といえばヒデでしょ。この二人結局破局したよね。中田は結局別の美女と結婚していた。